優しい真面目な、はい、人ノイズムにいたんだもんなとか。あった当時僕よさこいやってましたけどねちょうどあさって東京で本番だからちょっとっていう思いながらずっとやってました。したらすごい怒られました。ちょっともうちょっと弾けてくれないと青木さん呼んだ甲斐がないんですけど。もう個人活動に入ったんですよね、うん、まあ、ノイズムさんやらせてもらって、はい、ジャポンダンスプロジェクトとか、うん、プラス81とか、うん、いわゆるなんか海外ですごい頑張ってきた人たちとずっと共同でいろんなことをやってきて、うん、楽しいは楽しいんですけど、うん、そういうバンド活動じゃなくてソロ活動したくなったんですよ、うんうん、踊ってる人と、うん、つるむのが危ないって思った時期があって、うん、みんなでなんか問題提起することも毎晩一緒になってきちゃうし、タクシーに乗ったんです、あの、うんうん、飲み会の後かな、うん、僕金髪ですよ。お兄ちゃんそんな髪の色でね仕事できるって何の仕事やってんのって言って、うん、ジャズダンスやってますって言った、うん、ジャズダンスってどんなのって言われて、うん、おじさんとかにはまあ関係ないな、うん、世界だもんなって言われて、うんうん、俺このおじさんに関係ある踊りって、うん、いつになったら踊れるんだろうと思って、うん、ダンスって言葉体ってちょっと置き換えてみてもらっていいですかって、はいはい、ただ使ってない人もいないし、うん、ってことは踊ってるってことなんですよね、うんうん、僕にとってはですよ、はい、ってに海老原商店さんが提携してくれて、はい、月1でずっとイベント出してくれたんですよ、うん、半年間ずっと目の前を、うん、あのスーパーホテルっていうのが建てるビルの工事をしてたんですけど、はい、でそのガードマンの人が僕が行くたんびにもういつもいるんですよ、うん、で半年ぐらい経った時にある日トコトコトコってきて、うん、兄ちゃんたちがやってるのはこれダンスだろうって言ったんですよね、うん、しかも自由に表現する系でしょって言ってきたのよもうこれは泣けたね、すごいね、もう泣けたし、うん、もうなんかまたいつか踊りたいですね。そうですね、あのぜひ。